こんばんは。毎日毎日お風呂上がりにすみません。こんばんは。もう私はいっぱい寝て本当に心が病んでますあ、起きてますって。みんな起きてるんですね。今どこにいるか、家、広島の家ですよ。お風呂上がり、そうなの。9月ですね、ほんと9月よろしくお願いします。洗面所じゃない、自分の部屋。よろしく。いっぱいマジで寝ました。なんかもうはあ、寝すぎ。いや、新潟。そう、CM にね、愛媛の CM に出てます。あの、姫ライスっていうお米の、そう、会社があるんですけど、その姫ライスさんにね、なんかね、秋の新米キャンペーンみたいな感じのそう、それでね、CM に出演させてもらってます。ちょっとね、愛媛の CM なので多分愛媛で流れてるんですけど、私はちょっと見てなくって。新米の時期、そうですよ。愛媛行って見てくる愛媛ね、ちょっと確かになんかね、なんかに乗ったらいいんだけど。え、なんかさ、お米が取り、なんかお米が手に入らないですみたいな、なんかのめっちゃ聞くんだけど、そうなの？米不足なんだ。あっても高い。あ、そうなの？買い占めされてる。なんかさ、台風の影響でさ、なんかいっぱいみんなが買ったとかじゃなくて、東京のスーパーにはない。え、そうなの？どうするの？めっちゃくしゃみ出そう。あー中村舞舞だからね。もうすぐ新米、え、そうですよ、新米の時期ですよ、秋だからね。最近マイケルの写真集を買おうか悩んでるんだけど、関東でのお話し会のイベントは終わってました。そうなんですよ、広島はあるんですけどね、9月14日に。でももうそれも終わっちゃったとか、受付が終了しちゃった。
あ、近々でもショールームやるかもなので私の X をフォローしてください。ぜひ。ポスター付きで、あの特典はつきます。公園で写真集売らないか、やる予定ないな。ないですね。姫ライスもつく、姫ライスつかないな。姫ライスちょっとつかないんですけど、姫ライス、え、でもさ私マイだからさ、名前がなんかちょっとお米とかけてなんかしたいですね。うわ、タワーもらった。ありがとう。アルフォート。アルフォートさん、ありがとう。ありがたわ。ありがくまたわ。お米育てる。田植えから?いやね、私なんかお米育てるのにはちょっとね、トラウマがあるのでね。あんまりね、ちょっとね育てるのは結構厳しいかもしれませんね。田植えしたことあるよ。トラウマありますよ。私のこれ話したことあるかもしれないんですけど、聞いてください。なんか小学生の時になんかな、田植え体験みたいなのがあって、苗がいっぱい来たんですよ。で、小学校のなんかスズメじゃないや、あ、なんだっけ、あ、メダカな、メダカがいる池みたいなのがあって、池みたいな土みたいなところがあってなんかそこに苗を植えたんですよ。みんなで小学校の先生が植えましょうって言って、でこうやってみんなこうやって一個一個なんかこうやって手作業でやったんですよね。あ、水田、え、何それ、わかんないんだけど、なんか泥と水がこうあるようなところがあったんですよ、こう層になって。で、そう植えて、でなんかさらにそこでも植えたし、なんか苗が余っていっぱいで、それをなんか持って帰りたい人は持って帰ってもいいですよみたいに言われたから、私も持って帰ったんですよ。で、家で持って帰って、発泡スチロールに、なんかなんていうんですか、農家の人に土をもらってきて、そのお米用ので、そう、そこにこう発泡スチロールに入れて、お水入れて、自分でこうやって田植えしたんですよ。で、庭にそれ置いといて、毎日こうやって水をジャーってね、あげて、で、お米を育ててたんですよ、自分家で。で、めっちゃね、もうすくすく育って、で、秋になったらもうね、こう稲穂がこう垂れて黄色くね、黄金って感じで実って、わ、これはもうすごいって思って、最高だ、これを買って、で、あの精米しに行くぞと思って、私は頃合いを見てたんですよ。で、まだかなって、もうちょっとかなとか思って見てたら、ある日全部なくなって、お父さんが買ったんですよ。お父さんが全部買っちゃって、もう私ブチギレ、本当にこんなにこんなに頑張って育てたのに、もう全部お父さんが買っちゃったからブチギレして、で、私もう意地張って精米所にも行かないって言って、あなたが行ってきたらみたいな感じで、え、もう激おこよ、本当に。いや、このね、そう、収穫をするために育ててと言ったのでは過言ではないぐらい本当にあの、そう、
収穫は大事ですからね。収穫が楽しみだったんだから。和解はしてないの？お父さんと和解したことなんかありません。なんか、和解って何？ごめんねみたいな感じ？そんなことしませんよ。うちのお父さん、あれですから、なんか多分謝るっていう行為を知らないんですよ。なんかそんな面と向かってごめんねとか言われたことないです。反抗期？どうだろうね。私なんか年中反抗期かって言われたら反抗期かもしれないので、なんかちょっとこの時期が反抗期とかも言えないんですけど。ちょっと待って、このショールームにこの後24時にマイケルのインタビュー記事が公開されますので、ぜひチェックしてください。この記事を書いてくださった方がここにショールームに告知に来てる。ここに来てる。ありがとうございます。24時に出るとのことで、今コメント欄に書いてた、見逃さなかった。直接私のコメント欄に、ありがとうございます。見つけ、私よく見てるよこのコメント欄。私動体視力すごいんだからね。何のインタビューか、写真集のインタビューです。ですね、あれです、大阪かな、大阪写真集のお渡し会の大阪の時にね、はい、取材していただきました。ナンマドマしてる記者さん、違う、わかんない、ナンマドかして、ナンマドかしてますか、わかんないけど、ナンマドマしてる記者さんはまだもう本当にいる。あ、日刊エンタメクリップさん、ちょっとすみません噛みました、日刊エンタメクリップさんです。でもなんかこうやってチェックしてくださってたら、なんか取材の時に高校ですよねって言われた時、なんでそんなことまで知ってるんですかみたいなことまで知られてると、ちょっと本当びっくりします。なんかつい最近だとブルーロックにハマってらっしゃるようでみたいな感じで、なんで知ってるんですかみたいな。なんかね、最新情報、最近ですよ。ブルーロックはもう22話なので、帰国してから進みがめちゃくちゃ遅い、ご飯食べてる時しか見ないから、しかも終わるのがなんかもったいなくって、なんかサクサク見れないんですよ。だからちまちま見て、そう、もう最後の方になるからちまちま見て、あとちょっとだなって思いながら見てるよ。10月から2期が、マジでなんか嬉しいんだけど。嬉しいのがね、そう、2期が始まる、2期が始まるで思い出したけど、イカゲームの2期が始まるのも嬉しい。12月なの、イカゲーム。イカゲームの2期、ネットフリのね。面白いの、イカゲーム。ちょっとね、ちょっとグロ、面白いよ。
タコゲーム？タコゲームにはなります。イカゲーム、イカゲームってなんでイカゲームって言うんだっけな、なんか忘れちゃったけど、あ、もう全部忘れちゃった。あれ見れるんや。いやマジでね、もう最後らへんこんなんでしたよ、もう結構暗くて、まあ、途中途中もちょっと暗くて、なんかこう血がピャーみたいなのもちょっと多いから、もうこんな、うん、グロい。ゾンビ？いやゾンビはね最近あんま見てないな。見たいんだけどね。サイカリンがマイキューとブルーロックの話がしたいって言ってて、え、もうマイキューもブルーロックの話したいです。でもなんかあの何ですか、オキちゃんとはちょっと話したんだけど、そうオキちゃんくらいかな多分。うん、家で見てたらお姉ちゃんに「あんたそういうのも見るん？」って言われて、でハマったんや、マレーシア行く飛行機でハマったんよって話して、いや面白いのよブルーロック。おきちゃん地面師たちハマった、あ地面師は私がもうおきちゃんに育てました、地面師を見なさいって地面師たち。マイキューサッカーに詳しいの？スポーツ苦手そう、ごめん。あのさ、でもサッカーさ知らなくてもブルーロックは多分見れると思います。ブルーロックはなんかそんなにサッカーのめっちゃルール詳しくなくても見れそう。なんかなんて言うんですかね、なんか普通のサッカーのゲームって感じじゃないんですよ。じゃなくって本当にボールをゴールに入れたら OK みたいなのが分かっとけば見れそう、ブルーロック。オフサイド、オフサイドないよ。でもオフサイドなんですかって聞かれたら待ち伏せですって言うようにします、これからあのサッカー界の待ち伏せだオフサイドは。そうでしょ、なんか未だにどれがオフサイドですかとか言われたら全然答えらんないけど、待ち伏せらしいオフサイドは。アウトですよ、待ち伏せは NG です。当たり障りのない回答やばいやばい。相手のディフェンスの最終ラインより、オフサイドトラップ、ちょっとさ私の知らない単語を話すのやめてください。あ、待ち伏せではないと思う。そんな、待ち伏せの待ち伏せだね、なんじゃポストさん知ってるから OK。 そうだよ、ポストさん、
あれなんだっけ、とバーブサイドってサッカーの中では難しいルール。え、そうだよね、難しいよね。なんでさ、みんなここもしかしてサッカー経験者ばっかりこのこの配信ルーム、今コメントしてる人絶対もうみんなサッカー経験者だ。あ、すごい経験者いるわ。え、やってたよって。え、そうなの、経験者。え、体育で、あ、なんかフットボール、うん、だっけ、あれはしましたね。でもなんかフットボールでね、オフサイドとか言われたことないですね。ピピーとかないですね。あ、フットサル、あ、そう、フットサルだった、フットボールじゃないフットサル。あ、オフサイドっていう概念がないの、フットサルには。なんかあんまよく分かってないよね。だから待ち伏せし放題。そうなの？私もわからん。ブルーロックはフットサルに近い。あ、そうなの？すごいから、もうブルーロックね、わけのわからん動きするけど、もうそんな動きできるんですかみたいな。しかもね、サッカー中にね、なんかここはこれでこの動きで読まれてるみたいなね、すごい思考回路がブワーって巡って、なんかその瞬間にそんなに考える時間あるんかって思うぐらい考えるんですよ、ブルーロックは自分が今度ここから行ったらここで挟み撃ちにされてみたいな。ありがとうございます。ブルーロックは何人で試合やってるか、なんかブルーロックはなんか試合とかじゃなくって、なんか何ですか、世界一のストライカーをなんか見つけるのにみんなで勝負するみたいなやつなんですよね。なんか特殊的、なんかこう第一ラウンドみたいな感じで、これではここで何を戦いますみたいな感じで、なんか個人戦みたいな感じだったり、まあ、チームにもなったりするんですけど、なんかあんまりなんていうんですか、サッカーの試合って感じじゃない。いや、試合はあるんだけど、なんかなんて言ったらいいんですかね、勝ち抜き戦みたいな感じ。もうなんかそう、サッカーの強強な人たちが集められて、でみんなで戦うみたいな。ありがとう。面白いの。そう。そうなの。合宿？え、合宿みたいな感じ？でも合宿、うん、そう、寝泊まりしてそうそう、ありがとうございます今度これ見終わったら推しの子の2期見るわまだなんか推しの子の2期はちょっとしか見てない。うん、なんかお姉ちゃんからねおすすめされたアニメがあってね、なんだっけな、喧嘩なんだっけな、喧嘩なんちゃら、うわなんだっけな、4文字、漢字4文字で喧嘩まるまる、喧嘩上等みたいなアニメ、知らな、なんかねめっちゃおもろいけん見てって言われたんだけど、
まだ見てない。喧嘩あ、独学、あ、それかも。喧嘩独学、キューにぴったり、あ、私にぴったりの、ね、あのアニメですか。え、やばい、なんかショールームって喧嘩って文字が星になるみたい。みんなが星ワード言ってる私のせいで。アニメやってたけど面白かった。あ、そうなの。なんかね、喧嘩独学っていうアニメがめっちゃおもろいみたいな。姉貴意外とアグレッシブ。でもお姉ちゃんなんか東京リベンジャーズも見てて、一時期本当にもうマイキーみたいになってたから、多分お姉ちゃんは喧嘩が好きなんだ多分あの見てたよ東京リベンジャーズ。姉貴はね、そう、姉貴姉貴、東京リベンジャーズ見てないんですよね。1話10分ぐらい見たかも。お姉ちゃんにこれ見なさいってされて、なんかあれだよね、タケミッチーみたいな人タケミッチーみたいな人がなんかどうにかこうにかなってで、ヒナを助けに行くみたいなやつ、あれ違う、そんな感じの話じゃなかったっけ。主人公、そう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 、タイムリープ。ちょっと待って、充電してるのに残り何パーって表示された。充電ができてないじゃないか、すみません。止まりましたか。私もタイムリープするところでした。 Q さん、解説毎回知識がなくて好き。いや、待って待って待って、知識はあの確かに浅い。東京リベンジャーズは見てないんですよ。見たやつはちゃんと言えますよ、どんなんか。内容ばらさない優しい、あの結構ね解説が下手なんですかね。でもちょっと忘却のマイキュー、本当に最近見たやつだったら多分解説できるよ。あんまでも解説したら確かにネタバレになるか。なんだろう、最近見たやつ、そのブルーロックか地面師かなんだろう、なん、キセコイ、あ、キセコイ見たわ。うわ、キセコイね、見ましたよ。なんだっけ、なんだっけな、なんかコスプレするやつやんね。結構前に見たわ。面白かったよあれ。日記もあるの。地面師は何をするか。だから地面師ね、私でも最初の方あんま理解できなかったんですよ。面白かったんだけど、なんか結構用語がむずくって。でも地面師はあれだよ、なんか詐欺集団の話。
土地を土地売買の詐欺集団の話。え、お姉ちゃんがくしゃみした。え、聞こえた？本当？自分の土地であるかのように土地を売る集団。そう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 、すごいじゃん。簡潔にまとめられた。あのあれ見てから一時期ハリソン山中のモノマネしてました。中村さんみたいな、あ、なんかなんて言うんですか。あの喋り方。ハリソン中村。舞ちゃん分かってるよ。アニメ？いや違う、ドラマよ。面白いよ。見てて、その時ちょうど東京に行くことが多かったので、あの土地の聖地巡礼しようか一回迷いましたね。高輪の本当にあるのかなと思ってめっちゃ調べて、難しい、ちょっと難しいかも。でもおもろい。あ、実話らしいよ。そう、場所は分かんないけど、何話ぐらい、え、7話だったっけ、全7話。え、そう、高輪が出てくるの。なんか高輪の土地が出てくるんですよ。そうそうそう。大きい広大な土地、もう奥の何億とか。わ、タワーもらった。60代独身さん、ありがたわ。60代独身さん、ありがとう、ありがとう。おやすみ？なんだって？マイケル、そういう地面師？地面師になってみた。やばい、私ポンコツ地面師になるわ。ダメだわ、もうボロ出まくり。もうあれめっちゃ大変だから、嘘が上手じゃないと。え、土地の聖地巡礼？え、あ、バスは、あ、え、売買されたやつの？あ、聖地巡礼ね。マイキューに STU のドッキリ企画で仕掛け人やってほしい。あ、仕掛けまくりたい。私多分ドッキリされたら
なんかもう寝起きドッキリとかされたら多分もう機嫌悪すぎて放送できないと思うから、私がドッキリ仕掛けまくりたい。仕掛け人の方がいい。仕掛け人やりたい。お蔵入りになります。誕生日タニタニさん、ドラガンさん、福太郎さん、フレッシュメロンさん、福ちゃん丸さん、考えなしさん、フリーライダーさん、太郎くんさん、うまちゃんさん、マネパパさん、マサさん、東京のサンさん、1位はドロロドロン、アルフォートさんでした。ありがとう。あれちょっと男女あれかも。60代独身さんもクマ、ありがとう。タワーあれだね。おやすみ、おやすみ、また明日。明日はね、月曜日だよ。今日日曜日だった。また明日。おやすみ。また明日。お疲れ。9月もよろしく。毎9月よろしく。またね。おやすみ。8月さようなら。9月頑張ろう。お疲れ。皆さんゆっくり休んでください。おやすみなさい。